平野市用と戸辺の滝沢秀明社長によるキャバクラ城疑惑。ファンの悲鳴に揺れる中、滝沢氏の影響力と関連性が露呈。最近、戸辺の滝沢秀明社長がキャバクラ城に大金を投げ銭したという騒動が話題となりました。 しかし、この一件が芋づる式に、所属タレントである平野潮と神宮寺雄太に関する疑惑を引き起こしているとの情報が入手されました。この記事では、ファンクラブ動画での言動や滝沢氏との関連性から、疑惑の真相に迫ります。 キャバクラ城との関連性とべの滝沢社長の投げ銭騒動が発端となり、所属タレントの平野潮と神宮寺雄太に対するキャバクラ疑惑が浮上しています。特に注目されているのは、昨年12月の、キング・リンチェプリンス、会員限定動画での出来事ですです。乗馬体験の際、A 君というオスウが登場し、平野が、A ちゃんじゃないんだ、と発言。 この瞬間、神宮寺は意味深な笑みを浮かべ、ファンの間で疑惑が広まりました。また、レギュラー番組でも、ありちゃんという言葉を連呼し、山崎ひろなりからツッコミが入るなど、この言動がファンの注目を浴びました。A ちゃんの正体この疑惑の中心にいるのは、A ちゃんとされるキャバクラ嬢です。 彼女は歌舞伎町店に所属しており、戸辺の滝沢社長がお気に入りとしていたとされています。興味深いことに、別の六本木店にも A というキャバクラ嬢が在籍し、彼女と平野神宮寺が相互にインスタグラムをフォローしていたことが判明しています。 さらに驚くべきは、六本木店が金プリのベストアルバムジャケットの撮影現場として使用され、公式サイトで告知されていたことです。滝沢氏がキャバ嬢を通じて平野神宮寺と繋がり、アルバムジャケットの撮影に使用するほどの中であった可能性が考えられます。ファンの反応これらの疑惑が明るみに出ると、ファンたちは様々な反応を示しています。 一部のファンは違法性はないものの、所属アイドルがキャバ嬢との関係に明け透けになってしまうことにがっかりしているようです。SNS 上では、女遊びやキャバ通いは構わないが、ファンから見えないところでの行動はやめてほしい。仕事中にうちはネタをはしゃぐのは無理、といった声が上がっています。 また、ファンクラブ会員限定動画での言動に対しても、A ちゃんのことを収録中にほのめかしているならマジで気持ち悪い、といった悲鳴が広がっています。これらの反応からも、ファンたちがアイドルに求める精錬潔白なイメージと、疑惑の影響で揺らぎつつあることが伺えます。 滝沢氏の影響力と疑惑の結びつき飛べの滝沢秀明社長は、自身が投げ銭を行ったキャバクラ城を通じて、平野氏用と神宮寺由太を結びつけた疑惑に関与している可能性が浮上しています。この関与があった場合、事実に基づいていたとしても違法性はないものの、 ファンの期待に反して、所属タレントがキャバクラ嬢との関係を公私混同していたことが明らかになり、多くのファンがショックを受けていると言えるでしょう。疑惑の発端となった滝沢氏の投げ銭騒動は、これまで単なる個人の活動として見られていたが、タレントたちとの関連で大きな波紋を広げつつあります。 ジャニーズ事務所を離れてトベに参加する前の動画での言動が、今回の疑惑によって再評価され、一連の出来事が明るみに出たことで、ファンたちの不安と失望が募っているのが実情です。結論平野しようと、神宮寺ゆ太のキャバクラ嬢疑惑は、滝沢秀明社長の投げ銭騒動に引き起こされたものとされます。 ファンクラブ会員限定動画での言動やキャバクラ上との関連性がファンたちの心を揺さぶり、精錬潔白なイメージが崩れつつあります。滝沢氏の影響力が及んでいた可能性が疑われる中で、今後のタレントたちの対応やファンとの信頼回復が鍵となります。 疑惑の真相が明らかにされることで、平野神宮寺のファンにとっては再び安心感が生まれ、一連の騒動にピリオドが打たれることを期待してやみません。